皆さんこんにちは。 NPB 考察委員会です。昨年中日ドラゴンズの監督に就任した立浪和義監督、現役時代ミスタードラゴンズと称され多くのファンに愛されていた立浪氏の就任はファン待望の就任となり大きな話題となりました。ドラゴンズの長年の課題は打力。立浪監督には打力改善に大きな期待を寄せられてましたが、1年目は最下位に沈み、2年目の今年も最下位が濃厚の状態にまで低迷しており、ファンの期待に応えることができていません。それどころかチームを崩壊させていると言われるほど何もかもがちぐはぐになっている現状。その理由は立浪監督の考えが選手に納得されていないことが挙げられます。就任から現在まで立浪監督は様々な禁止事項を作りました。茶髪禁止にヒゲ禁止、挙句には死後禁止に米禁止と、現代ではありえない禁止事項まで作っている立浪監督。他の球団を見てみてもここまで厳しい禁止事項はないでしょう。このように様々な禁止事項を設定している立浪監督、一体なぜここまで厳しくしているのでしょうか。そこで今回は立浪監督はなぜこのように厳しいルールを敷いているのかについて考察していきたいと思います。2021年オフに前中日監督の与田監督が辞任したことを受けて新たに監督に就任した立浪監督、現役時代は1年目からレギュラーをつかみ、通算で2009年限りで現役を引退するまで中日の中心選手として活躍。 NPB 史上最多となる通算487二塁打や通算2480安打、NPB 歴代8位を記録するなど活躍し、ミスタードラゴンズと呼ばれました。引退後は解説者として活動しつつ、日本代表の打撃コーチなども行うなど活躍。またテレビ解説などで名古屋ドームを訪れた時には中日の若手選手に熱心にアドバイスを送る姿も見られ、チーム内外から立浪監督待望論がささやかれ始め、立浪監督自身も著書にていずれはもう一度中日ドラゴンズのユニフォームを着て指導者としてグラウンドに立ちたい、そのためにこれからはいろいろ考えて努力していきたいと思う。私は果たしてもし指導者になったら星野監督のようにいざ試合が始まったら別人になれるだろうかと記し、将来的に中日で監督を務めることに意欲を示していました。こうした背景もあってファンからも監督待望論が起こっていた立浪監督、そして2021年オフにファン待望の就任が決定し大きな盛り上がりを見せていました。就任の際には長年の課題である打撃力向上を期待されており、会見ではこの引退から12年という間、自分なりに違う角度から野球もそうですけど自分で言うのもなんですが、人間的にも勉強させていただいた、そういった強いチームを作るために皆さんは就任要請があった時から期待は伝わっています。とにかく球場に行きたい、皆さんからドラゴンズは変わったと言われるようなチーム作りを必ずしますので、たくさん応援していただきたい、いい時は選手をたくさん褒めてやってください、悪い時は叱咤をいただき、それを糧に何クソという気持ちで選手が頑張ってくれるようなチーム作りをしたい、長いシーズンしっかりやっていくのでご声援お願いしますとコメント。どんなチームに生まれ変わるのかファンも楽しみにしていました。しかしいざシーズンが始まると強打選手の強制二軍送りやビシエド選手との確執、さらにオフシーズンに主力を放出するなどファンの予想に反する動きを多く取り、その結果選手層も薄くなるといった前代未聞の事態が発生。岡林選手など出てきた若手選手もいますが、今年も去年と変わらず再開を突っ走る状況となっています。さてそんな立浪監督ですが、ここまで様々な禁止事項を作ってきており、たびたび話題となっていました。しかし他球団を見てもここまで禁止事項を作っている球団は中日ぐらいで、他に類を見ません。なぜここまで禁止事項を作るなど厳しくしたのでしょうか。そもそもどんな禁止事項があったのか、まずは紹介していきます。立浪監督は就任会見の時に、今の時代にあまり規制をかけることは良くないことかもしれませんが、スポーツ選手はスポーツマンらしく、ファンの皆さんも見ていますし、髪型にしてもそういったことも含めてきちっとした形でスタートしようかなとコメントしており、先発や長髪、ヒゲ禁止令を発令。10月26日の今季最終戦、小笠原選手の規定投球回到達を喜び宿舎へ足を運んだ中日ナインでしたが、今後のチーム日程を知らせるホワイトボードには秋季キャンプの開始が11月4日だと分かる紙が貼られており、その隣には茶髪、長髪、ヒゲ、禁止と書かれていたそうです。この3項目を見ればチームが2022年シーズンに動き出したとはっきり分かりますよね。劉選手にとって与田劉から立浪劉へと頭の中が180度切り替わった瞬間だったことでしょう。当時選手会長だった強打選手は茶髪にしていたため禁止事項に引っかかりますが、もともと白髪が多く白髪の悩みを隠すための茶髪にしていたとのことですが、規律を大切にしてきたアスリート集団としてすんなり受け入れ、ルールですから僕もしっかりします、他の選手がルールを破っているのなら直せと言わなければいけません、みんなでお互いにチェックし合えるといいと思います
ット風紀委員長の役割を担う意思を示していました。実際このルールは2022年シーズン中は守られていましたが、結果は最下位。またシーズンのオフには節度ある範囲で日本人もスポーツマンらしさを失わなければ少々はいいとしようかなとコメント。ヒゲや茶髪の禁止を撤回する考えを明かしていました。これは3年ぶりに中日に復帰する助っ人ソイロ・アルモンテ選手の影響もあり、アルモンテ選手はヒゲはお守り代わりだったり縁起も担いで生やしている選手です。慣習や文化を尊重して容認し、外国人だけになるといやらしいと日本人選手の緩和も決定。コンオフから選手会長に就任した柳選手を通じ選手会にも伝達させました。ちなみにこの髪染めやヒゲ禁止は立浪監督以外では過去に名将野村監督もこの禁止令を出しており、これは社会人として当然という考えから来ていたからそうです。立浪監督と考え方は似てますね。一方で阪神時代に新庄剛志選手現日本ハム監督が茶髪にしていたため黒くするように注意したらしいのですが、新庄氏は髪を黒くしたところで黒くなるのかと反論し結局黙認していたとか、こういった身だしなみ禁止令は結局撤廃される運命にあるようですね。まあここまでは特別変なことのない禁止事項ですが、その次の年にさらなる禁止事項が増えました。それが米禁止と死後禁止です。この米禁止令、一般的には令和の米騒動と言われており、簡単に説明すると立浪和義監督が得意のトップダウンで突如炊飯器を撤去し白米の提供を禁じたというもの。大物助っ人が異議を唱えて投手陣はすぐに制限が撤回されたものの、野手は依然として続いてると言います。選手は毎試合前にケータリングで食事が提供されており、管理栄養士の指導のもとバランスの良いメニューが用意され、これまでは炊飯器にたっぷりの白米に日替わりの牛丼カレーなどを合わせて好きなだけ食べることができていました。ところが今月3日の本拠地バンテリンドームでの阪神戦前、ベンチ裏にある食堂の入り口に当面の間白米を提供しませんとの張り紙がされたといいます。炊飯器は忽然と姿を消し、白米は小さなおにぎりのみ、何の前触れもどこからの説明もないまま紙切れ1枚で主食を召し上げられたナインは不満を爆発させますが、これが立浪監督の鶴の一声で決まったことと知り言葉を失ったそうです。これだけでもやばいのですが、さらには試合中の死後禁止令も出ているらしく、ベンチでは声を上げて鼓舞するか無言かの二択でベンチにいるとか、ヒゲや茶髪はまだわかりますが、これはやりすぎですよね。この禁止令にはさすがにファンも理解できないと批判が殺到。以上が立浪監督が就任してから敷いた禁止令です。とはいえ茶髪やヒゲは緩和されているので、今禁止されているのは米と死後だけですね。ちなみにこれは軍隊の話ではなくプロ野球チームでの話です。けどなぜここまで厳しくするのでしょうか。ヒゲや茶髪に関しては風紀が乱れるといった意味や気は緩むという意味で禁止したと考えられます。実際立浪監督は就任前にずっと中日の試合を見ていました。そこで低迷しているにもかかわらず気が緩んでいる様子を目の当たりにしたため、こういった禁止令を敷いたのだと考えられます。実際キャンプ前にはヘラヘラしてるやつは外すよと宣言しており、低迷しているからこそ厳しくしようと考えたのでしょうね。死後禁止も話す暇があったら声出せという意図で禁止にしているのかもしれません。立浪監督は PL 学園という厳しい世界で生活し、最終的に主将まで務めた選手です。そしてプロ入り後は東証星野千一監督の下でプレーしました。厳しい環境で自らを律していたから結果を残せたと考えており、それを選手にやらせることで強くなると考えているのかもしれません。また米禁止の件は今年から DeNA から現役ドラフトで加入し、今季開幕から打線の中軸として活躍してきた細川誠也選手がきっかけと言われており、細川選手が夏場に入り調子が落ちてくると立浪監督はご飯の食べ過ぎで動きが鈍くなったからだと考え、改善策としてご飯の準備をやめさせたそうです。すると成績がまた上がってきたことから立浪監督は他の選手もとなったとチーム関係者は語っています。もっともこれは選手側からすれば全員に連帯責任を取らせるやり方はおかしい、食事の取り方に問題がある選手だけ制限をかければいい話ではないかと顰蹙を買っており、この騒動初日の龍ナインはとりあえず小さなおにぎりを多めに頬張るか麺類を大盛りにして空腹を満たしグラウンドに出たものの、阪神相手に2対5で敗れました。この事態に完全と反旗を翻したのが来日7年目のライデル・マルティネス投手でした。マルティネス選手はなぜ白米が提供されないのだと強く訴えると、絶対的な守護神がへそを曲げてはチームが立ち行かないとの判断が働いたのか、わずか1日で投手陣には丼飯が復活ですが、野手は未だに制限中の模様。ある選手はこの時代に白米がしっかり食べられないなんて夢にも思わなかった、しかも同じチーム内で食べられる人とそうでない人がいる、もはや令和の米騒動ですよと
と呆れ顔。しかも2軍は全選手が丼飯 OK で、16日の巨人戦バンテリン前の円陣では1軍に昇格したばかりの石垣選手が、今日食堂入った時米なかったので、今日は米米クラブではなくて米なしクラブで行きましょうと苦情混じりに声出し、立浪監督が居合わせなかったせいかナインもおーと煽り立てたり苦笑したりしてるシーンもありました。このようにチームを律するためや浮上するために敷いている禁止令ですが、皮肉なことに全て裏目に出ており、結果を見れば分かりますが、中日は2年連続の最下位に沈むなど低迷、選手も萎縮して本来のプレーができず苦しんでいる様子も見受けられます。立浪監督は先日しましたが、星野監督の下で育って中日のスターになった選手です。その星野監督に憧れ抱いていますし、星野監督のような指導を意識しているのかもしれません。ですが星野監督は選手の特徴を見てフォローしたり声をかけたりしていました。しかし立浪監督にはその様子はなく、それどころか失言して選手の機嫌を損ねることもあると言います。明らかに現代とは合わないやり方と言っていいでしょう。チーム浮上のために数々の禁止令を敷いたものの、結果は振るわず苦しい日々を送ることとなっている中日ドラゴンズ。時代錯誤とまでは言いませんが、もう少し選手と対話したりチームの状況を見て動いた方が良いかもしれません。おそらく来季も指揮を取ると思われますが、果たしてチームは改善されるのでしょうか。今後に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。